こんにちは、沼です。ダメもやっていきます。今回ですけども、いらっしゃいませ。祝福の治療師ガチャ、ね、いきたいと思います。で、新しいキャラが追加されましたねと。で、まず皆様に水着ガチャが来なくて申し訳ございません、水着ガチャが来るものだと思っていましたが、来ないっすね。ただ僕はまだ諦めておりません。ぜひ来てください。途中でどっかお願いします。もうシルちゃんが引きたくて仕方ないというところで、白き癒しのアミットさん、大反抗のティオネが追加されましたねと。で、アミットの方なんですが、アシストスキルがなんと毎ターンヒットポイントが 10%、15%、20% 回復と。これは結構とてつもないアシストスキルかなと。要は 20% までいったら、3000ヒットポイントあったら600回復するので、これはだいぶ治癒としては恐ろしい性能がありますねと勝手に思っております。で、魔力にステータスが触れているので、まあ、使いやすいキャラクターかなと。器用さと魔力が高いので、まあ攻撃系のレフィアとか、まあ耐久ちょっと辛そうですけどね、そういう使い方ができるんじゃないかなと勝手に思っております。そしてティオネ、必殺技ヨルムガンドパーサーク、バーサークだね、敵全体の物理攻撃と、あとはラストスタンドという耐久を上げられるスキルがありますね。その代わりに自分のバフをかけるスキルが消えているので、まあ、今回はどっちかっていうとこいつは外れ枠かなという感じはしております。はい。で、確率はいつも通りですねという話と、結構上がってるね 2.27 で、アシストも 0.5 なら結構高いですねと。確率は結構高そうです、ピックアップの。はい。でですね、僕はこれを、単発10連いきたいと思います。やっぱりね、新ガチャは自分がもう死ぬほど回すって決めたやつ以外は単発でいこうかなと。どうしよっかな、11回引けばいいかな。1個お得だしね。11連にしようか、やっぱ11連にしようか。これは11連にしようか。はい、すいません。いきなり予定変更です。11連ガチャいきたいと思います。虹ゼロ。にゃー、ご予約のお客様、ご来店。うわー、黄色い。にゃー。でもまだ全然ありますからね。テンペスト。ああ。アイズさんですね。にょにょ。ぶった切っちゃっても知らないからね。はい、こっちの方が嬉しいやつだね。ガレス。チグサ。そういえばチグサ。お、にょにょ、もう一回。来ないか。私が息の根を止めるわよ。はい、ということで新キャラの方のティオネがゲットできました。ミヤハリベ、もうあいつバレンシュタインに助けられるほぼ毎回来るな。行かないんだ、行かないんだ。はーい、ニョニョ。ここではまだ終われない。何が待ち受けていようと僕は先へ進む。いや、めっちゃ降りくるな。やっぱ団長めっちゃ降りくるな。ということで、新しいティオネさん引くことができました。しかしながらアミットは出ませんでしたと。まあしゃあないね。で、まあこれをやりで、続きでやりたいのが新しいイベントですね、これね。で、サポートでアミットが使えるので、ちょっとやってみましょうという話でございます、ね。これはさすがに高すぎます。ボーイです。もうちょっと値段を引いてもらわないと買えません。ちょっと下げようかな。ちょっとうるさいかな。はい。で、軽く使ってみましょうと。サポート。
はい、行こう。士気も上々だね。行くよ。敵が生きるようにしないとダメなのね。行きますよ。僕だって。じゃあこういう感じだね。そこ反撃開始です。助かったわ。おお、この治癒能力はでかいな。これめっちゃでかいかもしんないっすね。これ引いていいんじゃないかな、このガチャ。強烈ですねと。多分星 15% かな、多分今の回復量を見る限り。行きますよ。これすさまじい威力あるな。あ、これはすさまじい威力がありますね。これは回復量すごいぞと。まあ僕レフィアとかが、まあ、1ポイント1952か、まあそういうところ兼ね合いですね。考えながらやんないとまあなんとも言えないですけど、性能自体は凄まじいものがありますね。それすごいね。こんなに回復していいのっていうぐらい回復しますね。俺が勝利のガネーシャだということで、ちょっととてつもない威力があるなという印象でございます。ただヒットポイントが結構大きくないと恩恵は少ないかもね、というイメージもあります。もう一度いきましょうか。これクリアしていくか。そうですね、まあ、合図はヒットポイントが3000超えてるので結構恩恵大きいなって感じのイメージはあるんですけど、リリちゃんとレフィアはもう2000くらいなので、回復して300くらいだと、まあほんと気持ちぐらいの感じなのかな。 20% 回復したら結構違いますけどね、とは思います。行くよ。蹴散らしてやりなさい。うん、これ300回復してますからね、結構大きいな。気持ちかもしれないけど結構大きいな。これはなかなか面白いアシストキャラが入ってきたかなとは思いますね。まあこれを組み込んで考えるのか、もしくは何でしょう、なんて言えばいいのかな、もしくはその、あ、アミット入れてねえわ多分これ。もしくはこう、まあ、耐久を上げたりとか、こういろんなこう別の要素を重視するのかは皆さん次第かなという感じはしますね。ただ使ってる感じめっちゃ強そう。使ってる感じめちゃくちゃ強そう。行きます。負けさせないよ。恐ろしい力あるよな。行くわよ。こんな感じでどう？ついでにティオネやればよかったかな。油断できない。こんな感じでどう？ついでにやれる？まあ、味方全体の耐久と封印効果の付与。あとは弱威力の物理攻撃。まあさすがにいらんかな。さすがに何とも言えなさそう。ティオネの方は、うん、何とも言えなさそうな感じ。まあ僕の本当に勝手な意見ですけどね、何とも言えなさそう。そうか、なるほどね。はい、ということでちょうどスタミナもなくなりましたねと。ということでございました。いやー、これ強いんじゃないかな。で、ガチャは、リュウさんの方も来てるので、ちょっとリュウさん、僕引きたいなと思ってるんで、本当に。考え中です。これか、まあ、ちょっと冒険者待とうかな、他の。結構今回のそのアップデートがあって、団長とリュウさん、特に僕はリュウさん強くなったなと思ってて、しかも今、絆イベントもこうやって来てるじゃないですか。
まあありかなとは思いますね。どうしようかな。ぜひぜひ皆さんのガチャ結果なりも教えていただければ嬉しいです。僕の方もロビとかでちょっと覗いて、皆さんどんな感じかなというのを見れればいいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのチャンネル登録高評価をお待ちしております。今プレゼント企画もしておりまして、今日この動画が上がる日にちょうど結果発表動画なんかも上げてますんで、もしご興味ある方は見ていただければいいかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。